はいのパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は来季補強プラン、優先度が高いゴールキーパー&ディフェンダーの補強ということで長崎編ですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで本当はね、九州勢 J2 組に関しては、まあ、J1 クラブが全部終わってからやろうと思っていたんですけど、昨日まあ J2 の日程が、全部終わりました。まあ、リーグ戦は終了ということで残すはプレオフですね。プレオフは残っているんですけども、まあ、一応長崎の今シーズンの日程が全部終わったということで、一応なんか中途半端なタイミングにはなってしまったんですけど、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでこちらメインチャンネルでございますね。メインチャンネルの方では J リーグは九州とか浦安を中心として、動画を作っておりますけど、これからの季節はですけどね、まあ、J リーグ全体の振り返りとか、遺跡の話とかそんな感じで、毎日動画を作っていこうと思っているんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。まずこちらで基本システムって書いてますけどもね、まあ、カッコ借り入れ体制で書いております。まあ、借り入れ監督のフォーメーションが結構ねあっちゃこっちゃ変わっているんでね、何が基本システムなのかちょっと僕も分かんないとこも、正直あります。まあ、3バックをやった時期もありますしね、442のシステムでやった時もあるんで難しいところであるんですけど、まあ、一応451で考えております。まあ、これね、人によって基本システムはこれじゃねえっていう方も多いかもしれませんけど、一応ねそこは許してくださいってところになってきますけどもね。でだからまあ使い分けるというよりもなんか模索してる感じがしますよね。なんかまだまだ戦い方をなんか模索しながら終わってしまった感じがしますね。で昨年まではこの時期というのは既存の選手の、残留を僕も望んでおりました。やっぱりこう海洋する選手移籍しないでとかね、加藤肘で米田残っていくとか、いろんな選手の残留を、ずっと願っていた昨シーズンまでではあるんですけど、今シーズンに関しては、まあ、選手の入れ替えがないとむしろ厳しいのかなというのはやっぱりあります。やっぱりそれはね松田監督の時とねやるサッカーが全く変わってくるんでね、これ松田監督と全く、同じサッカーをやりますっていうのであれば、そんな選手の入れ替えは必要ないのかもしれませんけど、またこれ松田監督と借りで監督って、違いがはっきりしているんで、ね、ってことになると、ね、松田監督の、元で戦っていた選手よりも、今度はやっぱ借りで監督でだからこそ生きる、そんな選手が必要となってくると、思うんでね、だからこの目指すサッカー、やりたいサッカーというのが変わっているんで、本当変化しているんでね、まあ、選手の、血の入れ替えというのは、まあ、新監督、まあ、借りで監督に合った選手がやっぱり必要となってくるのかなとやっぱり感じるわけで、ございますけれどもね。まあ、だからこれがね、ずっと長崎というのはこういうサッカーをやっていきますっていうのがあれば、まあ、毎回こう監督がね、仮に監督が変わっても戦術は増えみたいなところがあればですけれども ね、ね血の入れ替えというのは監督変わっても最小限になってくるんですけれども、しかしまあそこの一本の幹というのがね、太いこの、ね、大枠の戦術とかというのはクラブの中にないんで、そこはやっぱ監督が、変わることに戦い方も変わるし、選手の入れ替えもその度必要になっていくというのがあるんでね、これはまあむしろだから今季に関しては、血の入れ替えというのは必須なのかなというのを感じているわけでございますけどもね。で一応補強としては高さのフォワードが欲しいところにはなってきますよ。徳良選手みたいな選手ですね、徳良選手みたいな若い選手がいればいいのかなっていうのでは、右利きのセンターバックのところにはなってくるんで、まあ、最後にですけどもね、具体的に名前を出していこうと思っているんですけれども、ということでまずこちらでデータで見るって出してますけどもね、まあ、正直ね数字は悪いです。めちゃくちゃ悪化してますね。前半戦の終了時点で見た数字と全く違います。これがビファーレ長崎の、数字と言われてもちょっと信じられないぐらい、数字が落ちております。本当チャンス構築率のところもそうですし、非チャンス構築率のところもそうなんでね、これはね順位相応の数字なのかなっていうのは正直ありますけどもね。でやっぱりこうチャンス構築率と決定力アップは、マストでございますね。ほんとこのチームは現状チャンスを、なかなか作ることができていませんしね、シュートはそもそも、放つこともできていない、そのシュートが、決まることもできていないんで、やっぱりこう守備の崩壊というのが分かりやすいところにはなってきますけど、オフェンスのところ相当これは問題を、抱えているというのが長崎の現状で、ございます。そしてあとディフェンスのところに関しては組織的な守備、これができるかどうかですね、守備の組織構築、これはやっぱり今んとこ借りで監督できていないんでね、やっぱ僕が見てる感じだとというか、やっぱ松田監督の後を見ているからかもしれませんけど、やっぱりどちらかというと組織的にやっていこうというよりも、やっぱ個人の選手に頼っている守備になっているんでね、やっぱ守備の組織の構築っていうのは僕は重要になってくるんじゃないかと思ってるわけでございますけどもね。はい。そして、じゃあ補強考察ということ
ットで一応出してますけどね、今回相当出しました。こんな選手が、取れたらいいなというリストにはなってきます。一応右下のところにですけどもね、一応出してますけども、ゴールキーパーはやっぱりビルドアップ型ですね、しっかり足元つなげる選手にはなってくるんで、マリノスのオビパウエル・オビンナーですね、なかなかマリノスでは出番を得ることができていませんけど、栃木時代、J2 栃木時代は結構、ね、活躍していたんで、 J2 ではこれ本当トップクラスのゴールキーパーになれる力は僕はあると思うんで、まあ、マリノスからオビ選手、そして菅野選手ですね、札幌、今シーズン札幌もすでに発表がなされていますけど、ゴールキーパークソンユン選手がね、韓国代表ゴールキーパークソンユン選手が札幌に帰ってくるんですね。でこのクソンユン選手が帰ってくるとなると、やっぱ菅野選手は来シーズンは、出番は減るんじゃないかっていうのがあります。まあ、ベテラン選手にはなってきますけど、やっぱりこう足元のうまさというのもそうですし、セービング能力というのもベテランですけどもね、まだまだ高いものがあるんで、この菅野選手は結構僕は人気銘柄になる感じがしますけどもね。そして、山形から後藤選手ですね、正ゴールキーパー、後藤選手若いですし高いですし、今シーズングッと伸びてきたゴールキーパーじゃないですかね、この山形。山形もね、 J1 に行けるかどうかによって、ね、流出する選手は変わってくるかもしれませんけども、ゴールキーパーでいうと後藤選手ですかね。そして、サイドバックのところでいうと、まあ、ディフェンダービルドアップ系とやっぱ跳ね返せる系って書いてます。というかどこもそうなんですけどもね、やっぱゴールキーパーから中盤まではビルドアップができるかどうかというのはやっぱ重要なところにはなってきますね。でサイドバックのところで左は小池優太選手ですね、マイナスのサイドバックの選手にはなってきますけども、まあ、左サイドバックね、マイナスの選手層が厚いんでね、なかなか出番というのは難しいものがありますけども、左サイドバック、まあ、小池選手ですかね。そして右サイドバックでと藤谷、まあ、北九州の選手にはなってきます。今シーズン本当に、ね、北九州で大活躍を見せた、藤谷選手ですね。もともとポテンシャルは高い選手だったんですけどもね、本当 J3 でも屈指の、右サイドバックになりました、この藤谷選手ですね。そしてあとサイドバックでいうと吉田豊ですね、まあ、名古屋が現在3バックやってるんですね。名古屋が3バック始めてからは完全に出番を失っている吉田豊、確かにベテラン選手にはなってきますし、若い選手ではないんですけども、まだまだ J1 でも十分通用する力はあると思うんですけどもね、まあ、この吉田豊もそうですね。そして、同じく名古屋から宮原選手ですね、センターバック、サイドバック、ボランチができる、まあ、選手にはなってきますけども、宮原選手ですね。そして、まあ、センターバックだけ多いんですよね、やっぱこんだけね、今回そうなんですけどもね、センターバック、サイドバック含めてやっぱディフェンスのところは相当僕は改革が必要じゃないかと思っております。これやっぱ組織的な守備ができる云々かんぬんじゃなくて、どちらか例えば、途中でも言ったんですけど、カリル監督は個人の、守備頼みみたいな感じに僕は見えるんですね。もちろんこれ春先ね、来シーズンのキャンプから、守備のやり方をねまだ構築する可能性もあるんですけども、しかしまあ現状本当ね、今シーズンの、最後まで見た感じで言うと、組織的な守備というよりもやっぱりこうね、個人の選手に、依存してんのかな、ディフェンスのとこはですけどもねって感じがするんで、やっぱこう足元が上手い選手であり、かつ、まあ、跳ね返す力があったりとか、個人のこう能力は発揮しやすい、本当個性的な選手を選んでるわけで、ございますけれどもね。でなるとやっぱ浦和レッズから藤原選手ですね、今年までは J3 の相模原にいたんですけども、十分 J3 ではやれるってとこ見せてくれたんで、そろそろ J1 で、まあ、見たいっていうのもありますが、もう一回レンタルで出すんであれば J2 長崎というのは、これ結構出番が増えそうな感じはしますけれどもね。そして、もう一枚、J2 センターバック白輪選手ですね、群馬のセンターバック、高さと強さがある選手になっていきますが、 J2 では相当いい数字残しましたね、ディフェンスの主張のところにはなっていきますけれども、この白輪選手。そして、J1 から福岡選手ですね、ガンボ大阪のセンターバックとかサイドバックができる選手にはなっていきますけれども、この選手も足元が上手いですし、守備力も高い選手にはなっていきます、この福岡選手。そしてバド、清水、まあ、外国人センターバックを取るのであれば、まあ、ちょっと外国人センターバックが海選手がすで、にいるんで、ね、そこをどう取るかにはなってきますけども、あと外国人枠の問題もありますけども、もし仮にこのセンターバックのところに、J リーグ経験者の外国人を置くとすればバウド選手、今シーズンは怪我もあってなかなか出番がなかったんですけどもね、しかしこのバウド選手に関してと、シュートブロックの数が毎年上位に来ていたんですね。多分昨年まで、ね、1位とか2位とか、毎年それぐらいシュートブロックの本数が多い選手になっていたんで、このバウド選手はまあ外国人ディフェンダー、まあ、特に J リーグ経験者でいうとバウド選手は狙い目じゃないかという感じがしておりますけどもね。そして
マリノスからは吉尾選手、ここからミッドフィルダーですね、サイドアタッカーとかトップ下の選手にはなっていきますけれども、吉尾選手ですね、去年は、ね、町田デルビア10ゴール10アシストですかねを達成して J2 でもやることがなくなってしまった、吉尾選手になっていきますけれども、やっぱりマリノスでは出番がないということで、まあ、レンタルになるかもしれませんけどね、まあ、トップ下とかサイドアタッカーでいうとこの吉尾選手は十分やれるというのが J2 では証明済みなんでね、吉尾選手ありじゃないか。そして、ヴィッセル神戸が2枚ですね、サイドアタッカー井上志音とか、あと豪華選手ですね、豪華選手に関しては、トップ下もできるしね、それこそ2トップの威嚇とかサイドアタッカーとしても十分活躍できると思うんで、まあ、豪華選手ですかね。そして、ボランチとかセンターバックでいうとやっぱ、島川選手ですね。島川選手に関して本当足元がうまいですね。守備のところでももちろん力強いプレーはできるんですけど、やっぱフィールド能力が高い選手にはなってくるんで、このカリレ監督のサッカーでは十分これは活躍できるんじゃないかというところになってきますね。そして山形からボランチ小西選手ですね。本当この選手は攻撃のスイッチを入れるのがうまい、本当足元がうまい、本当パサータイプの選手にはなってきます。本当攻撃のスイッチャーとしては優秀な選手になってくるんで、ボランチでいうと小西選手とか、あと小塚選手ですね、ゲームメーカータイプの選手にはなってくるんで小塚選手ですかね。そしてフォワードのところで言えば強さと決定力ということで、外国人は一応あえてですけどね、まあ、日本人フォワードでいうと上中選手もいますしね、そこはやっぱりもういいのかな、上中選手が残ってくれればね、上中選手を軸にしてもいいのかなという感じが、します。まあ、正直ね、エジカルジュニオ選手もいるんですけども、まあ、エジカルジュニオと、まあ、上中選手が残留すれば外国人フォワードは不要なのかなという感じが、しますしね、まあ、正直優先度としてはセンターフォワードはあんまり実は高くないのかなって僕は思っております。まあ、現状ね、長崎が、点が取れていないかというとそうでもなくて、しっかり、点は取れているんだけども、なかなか大味なゲームが多いということで難しいですね。このフォワードの選手の力の問題というよりも、このフォワードの選手に決定機を演出する選手が僕は少ない印象があるんで、実は僕はフォワードのところは優先度は低いんじゃないかと思っているんで、まあ、外国人を3人並べているわけでありますけど、なんかエジカルジュニアと上中選手が残れば別に補強は不要かなと思っておりますが、まあ、それでもやっぱ取るというのであれば、ファンマ選手とか、ウィリアン・リラ選手とかルッキアンとか、この辺ですね、まあ、実績がある選手を3人、ね、並べています。まあ、正直日本人でと、ね、他にも欲しい選手います。まああのね、杖原金沢 の、 あの林選手か、杖原金沢の林選手とか、まあ、いろいろいるんですけども、本当中崎が来シーズンも J1 を本気でもう1回目指すのであれば、やっぱこう J2 で、結果を残した、ね、外国人フォワード、これが入れるとだいぶ違うと思うんでね、まあ、エジカルジュニアと上中が残れば本当僕はいいと思うんですけども、まあ高さのセンターフォワード欲しいですね。多分カリレ監督の中ではセンターフォワードは、まあ、やっぱ徳良選手みたいなタイプが理想なのかなというのは、やっぱりあります。高さと、強さがあるタイプの選手が最前線に、ね、いた方が多分カリレ監督のサッカーというのはやれるんじゃないかという感じが、まあ、するんで、っていう意味ではファーマー選手とか、リラ選手とかルッキアン選手とか、高さと、強さのある選手を選んでいますね。難しいですよね。エジカルジュニアとか、上中選手でも十分点を取れてはいるんですけども、しかし、まあ、やっぱりこう目指すサッカーというところから考えると、やっぱ高さのある選手は欲しいなーというのはやっぱりあるんで、一応この3枚選んでるわけでございますけれどもね。はい、というわけで以上、プラムテジェルサッカーチャンネルのつつんです。よかったチャンネルます。さら。